性が一気に広まったのが、皆さんご存知か、まあ、あのカナダのハイラム放火社が買収してからのことではあるんですけれども、その直後そのゴードン公ジョージ4世と仲良しです。でこうなるとゴードンに説得してスミスのクレーンリベットを飲ませてほしいっていうのをゴードン公で話をするのはとても自然な流れ。いらっしゃいませ、こんばんは。バークレーモラスター片岡です。さて本日ですが、スコットランドの生産区分の一つスペイサイドについて少しご案内させていただきたいというふうに思っております。それでは早速参りましょう。クレイモアチャンネル。はい、ということでまずはスペイサイドの一番の特徴なんですが、スコットランドの蒸留所の約6割を占めるのがスペイサイドになるんですよね。すなわち一つの生産区分の中で一番蒸留所の多い地域というのがスペイサイドなんですよね。そしてブレンデッドの原酒にはほぼほぼスペイサイドが入っているというふうに言われています。2019年のスコッチウイスキーの生産力ランキングというのが出てくるあるんですけれども、それの上位20蒸留所のうち15蒸留所がスペイサイドになってくるんですよね。スモーキーでピーティーの間とは対極にあるスイートでフルーティーな、まあ、スペイサイドモルトと言われているものなんですが、間に並ぶ2大聖地とも言われてはいるんですよね。でそもそもスペイサイドの由来というのはスペイ川の近くに蒸留所があるからスペイサイドというふうに言われてるんですよね。細かくいくとスペイ川流域にはフィンドン川、ロッシー川で、アイラ川、流域に広がる、まあ、地域がスペイサイドというふうに言われてるんですよね。まあまあ前行きはまあこれぐらいにしといて、スペイサイドのウイスキーのおすすめ、まあ、あの蒸留所のウイスキー込みでちょっと説明していこうかなというふうに思っております。では次参ります。クレイモアチャンネル。はい、ということでまず1本目でございます。こちらバルビニ 40% でございます。こちらと密接に関係があるのがグレンフィリックになります。あの非常に有名なウイスキーではあるんですけれども、あのグレンフィリックが創業開始してから5年後ですね、創業者の、ウィリアム・グラントさんが、フィリックに隣接する建物を購入して急遽それを蒸留所に改造したんですよね。なのでここはオーナーが一緒なんですよ。敷地が同じというか、もうあの隣接してるっていう話なんですけれども、これ面白いなと思ったのが動機なんですよね。まあ、あの動機なんですけど、グレーンリベット火事になったからバルビに建てたっていう話なんですよ。これ一見何のことかと思うんですけれども、この時1892年で、1824年といえばスコッチ界でもうその時歴史が動いたっていう話で、グレーンリベットが政府認定第1号のウイスキーになったんですよね。でそこからずっとグレーンリベットが覇権を握ってたんですよ。グレーンリベットの蒸留所が火事になって生産力が一気に落ちたんですよ。またとないチャンス来た、到来ってなった時にフィリックの生産力を上げるんじゃなくて新しい蒸留所を作ってボトリングしたのがこのバルビニーなんですよ。これめちゃめちゃおもろいな思ってね。バルビニの、棚の特徴ですが、バーボン樽で熟成後シェリー樽に詰め替えて高熟をしていますと、まあ、おすすめの飲み方はロックもしくは、まあ、ストレート、いやロック、うん、やっぱロックおすすめの飲み方はロックでゆっくり飲んでいて飲んでいただきたいですね。では次参ります。はい、続いて2本目の蒸留所です。こちら、はい、グレンバーニーでございます。創業したのが1810年、あの政府認定される前ですよね。20年よりか前ですよね。とても有名なウイスキーですね。この名声が一気に広まったのが、皆さんご存知か、まあ、あのカナダのハイラム放火社が買収してからのことではあるんですけれども、その直後バランタイン17年をリリースして、その当時の味を決める魔法の7柱と言われているものがあったんですけど、その中の一つにグレンバーニが選ばれたんですよね。で当時は7柱と言われていたんですが、現在のキーモルトの中にもグレンバーニというのが入っていまして、ミルトンダフ、グレントファーズ、グレンバーニ、この3つは全てスペイサイドで作られております。とても味わいがフルーティーで、まあ、あの風味があるんですよね。で洋梨があってリンゴ系のニュアンス、そして長く続く余韻、もうこちらはまあ正直言うと断然ストレートで飲んでいただきたいなというふうに思っております。ちなみにあんまり売ってないのでぜひ当店で次参ります。はい、では次の紹介です。こちらグレンフィリックですね。先ほどお話しさせていただいておりましたバルビニーの作る前に
創業者のウィリアム・グラントさんが作った蒸留所がこちらなんですよ。スコッチ好きならもう本当に今は知らない人はいないんじゃないんでしょうかっていうレベルの、私がバーテンダー始めた時はシングルモルトの世界の、販売第1位がグレンフィリックだったんですよね。一応有名になったのは経営手腕の賜物だったと思ってはいるんですよね、そのウィリアム・グラントさんの。と言いますのも1860年という時代はこの時期シングルモルトというのは基本的に全部ブレンデッドに回されてたんですよね。ブレンデッド全盛期の時代と言っても過言ではない。でそのさなかグランスさんは世界に向けてウイスキーを発信しようと考えてはったんですよね。じゃあどの世界、どこから行こうかってなった時に行ったのがアメリカだったんですよ。シングルモルトアメリカに売り込んだ。でも主な国というのはアメリカなんですよ。調べてるとグレンフィリックの一発目第1号の最初に作った記念すべきボトルっていうのが蒸留所に置いてるんですけど、その蒸留所の一番最初に書いてたここに文字がストレートモルトなんですよ。これストレートモルトという表記があるんですけども、これ何のことかなと思ってたらアメリカにはストレートバーボンウイスキーっていうのがある。だからストレート、アメリカバーボンを意識してフィリックを作ってたっていうのがもうありありと分かるぐらい、ちゃんと意識をして外に向けてウイスキーを作っていたんだなっていう、もうこれはもう先見の明だろうっていう話なんですけど、ちなみにウィリアムさんはその貧しい仕立て屋さんの息子で20年間モードラックという蒸留所に勤めて、もうコツ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 お金を貯めたお金でフィリックを作った上で、これ作ってから5年後にバルビニを作ったっていうすごいなっていう。で自分に豆的な話なんですけれども、グレーフィリックにかかったお金とバルビニにかかったお金なんですけど、もちろんバルビニにかかった方がお金の方がめちゃめちゃ高いのは当たり前なんですけれども、その3分の1でフィリック作ってるっていう話なんですよね。これもすごいな。家族総出でやって、ほんまにできるもの何でも利用してとかで、やめる理由っていうのも他の蒸留所から蒸留機であったりとか、そういったウイスキーを作るのに必要な機材とか中古で売り出されるっていうのを聞いた時に、もうトラックに詰めたウィリアム・グランツさんが辞めるっつってそれを買って辞めたっていう話だよな。だからずっと木を越したんだと伺ってはったらね、だからもうすごい耐え忍べる人なんでしょうね。ちなみに、アメリカンオークのバーボンダルとヨーロピアンオークのシェリーダルで合わせたのがこちらになっていきますね。両方とも割と軽い酒質にあるので、どのシーンでも選ばずに飲めるっていうのがやはりこうスコットランドのシングルモルト部門で1位2位を争うところの、大きな魅力を親しみやすいっていうのが理由なのかなというふうには思っております。おすすめの飲み方はハイボールでぐいぐい飲んでいただきたいと思っております。では次参ります。はい、ということで、4本目のご紹介です。こちらアベラーでございます。創業者の方は銀行家で慈善家のジェームス・フレミングさんという方なんですけど、このアベラあまり知られてないんですけれども、実はヨーロッパでめちゃめちゃ人気なんですよ。世界シングルモルトの売り上げが確か第7位やった、2019年で第7位やったから確か。ペルノ・リカール傘下のウイスキーですとリベット、グレーリベットに次ぐ第2位がペルノ・リカールでいくと、もう第2位がこのアベラマっていう。今回はこちらのダブルカスクマチュアードシリーズ、12年熟成なんですけれども、これシェリーダルとバーボンダルで熟成をさしていくタイプなんですね。で、すごい濃厚なドライレーズンであったりとかチョコレート、リンゴとか蜂蜜のニュアンスが結構入ってくるんですけれども、ストレートでグイグイ飲んでてもハイボールでもおすすめなんですね。ちょっとお高いウイスキーではあるんですけれども、ぜひ一度飲んでみていただきたいなと思っております。クリアさん、これ持ってあるんですか？4月に買ったのがアベラワでした。おお、最近じゃないですか。最近ですね。でもほんま美味しいですね。僕もハイボールで飲むのが好きですね。はい、行きます。はい、ということで本日最後のご紹介です。こちらグレーリベットでございます。本当にもうこの知ってるわって思われる方ようさんいらっしゃると思うんですけれども、もう本当にあまりにも有名なグレーリベットでたくさんの逸話があるので、その中から少しだけちょっとご紹介させていただきたいと思います。1824年ですね、政府認定第1号になったグレーリベットなんですけれども、密造酒時代あまりにも有名になりすぎてしまった蒸留所というのが、このグレーリベットなんですね。当時はこのグレーリベット、スミスのグレーリベットって言われたんですよね。これ何かっていうと、スミスさんが作ってたんですよね。でグレンというのは谷という意味で、スミスさんはリベット谷で密造酒を作っていたんですよね。それがスミスのグレーンリベットなんですけど、そのスミスのグレーンリベットあまりにも美味しすぎて、アバディーンやエジンバラでめちゃめちゃ有名になって、すごく美味しいウイスキーシングルモルトを作っているやつがいるぞ、誰だいそれはってなった時に、スミスというそのリベット谷で作っているスミスのグレーンリベットがめちゃめちゃ美味しいんだよって話がロンドンにも広がって、王様の耳にも入るように
になったんですよ。その時王様、ジョージ4世という方なんですね。リベット谷で作ってるんですけど、リベット谷にももちろん領主がいるんですよね。その領主の名前がゴードン公っていうんですけど、そのゴードン公、ジョージ4世と仲良しです。で、こうなるとゴードンに説得してスミスのグレーンリベットを飲ましてほしいっていうのをゴードン公に話をするのはとても自然な流れだったんですよね。まあ、説得に応じたスミスさんは政府認定第1号になりましたと。ゴードン公が、まあ、その話を聞いて、スミスさんに話しに行くわけですよ。いやいやスミスって言って、なんだいゴードンみたいな、政府認定で1号になってこうウイスキーを広めてくれないかみたいな感じで、多分嫌やったちゃうかなと思うんですよ。すごく悩まれたと思うんですよね。ただ説得に応じたスミスさん第1号になったんですが、それがまあ1824年、税金がうんと下がった、新酒税法の下で一番最初に政府認定になったのがこのグレンリベットになるんですよね。ただですよ、その時禁酒法時代というのはウイスキーに税金をかける、そのウイスキーを黙って作ってるやつらをもう探しに探しまくってるぐらい、もうそれ見つかった後もうめちゃめちゃにされてる、ひょっともう下手して殺されたんじゃないかだろうかっていうレベルなんですけれども、この時スミスさんもの裏切り者と後ろ指刺され命まで狙われたと。一説によるとディベさんはスミスさん命自分で守らなあかんからっていうので銃ですね、ピストルを持ち歩いてもう殺されんちゃうやろかみたいな感じでずっとこう命狙われる恐怖と戦ってたっていう話なんですけども、ただね、ただここで思うのはその美味しいウイスキーを作れたからこそ密造酒時代を終わらせられたのがスミスさんのスペイサイドのリベットで作っていたグレーンリベットだったわけなんですよね。で、スミスさんがいたから今のスコッチがあるんだなと思うわけなんです。完全予想上げれるから誰か認定もらえませんか、はい僕スミスやりますではなくて、その美味しいリベットを飲みたいんだよ、頼むスミス君。いろいろあると思うけど税金下がるし、これからのことを思ったら絶対認定された方がええやん、頼むって言われた上で、じゃあ分かりましたって言って、そのいろいろと本当にもう迫害に近いレベルでいろんなものをその奪われてたわけなんですよね。ここから先その愛分かったって言ったけど、スミスさん同業者から命を狙われるわけなんですよね。卑劇すぎるんですよ。先を見据えてそのプライドを捨てたら味方に命を狙われるっていう、ただもうそれぐらいその密造酒時代の、例えばですけどバグパイプとかキルトの禁止とかっていうのはスコットランド人のプライドとかを全てむちゃくちゃに八つ裂きにされたっていう人にいいですよってスミスさん言ったわけなんですよね。本当にもう一回言いますけど、バグパイプとかキルトの禁止に始まり、ジャコバイトというのは熾烈を極めるほどきついものだったというふうに思うんですよね。ただ後々ザ・グレン・リベットの名前を付けて他の蒸留酒が売るくらい、リベットというのはその文字があるだけで信頼はされてるし、そして今もですよ、グレン・リベットはスコッチのシングルモルト界の最前線を走り続けてるわけなんですよね。本当に感謝です。あ、ちなみに12年はセカンドフィル以降のアメリカフォークダルとバーボンダルは最低12年寝かせた原酒同士を組み合わせるってやつなんですけどね。はい、ということで、スペイサイドについて少しご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。本当にこうたくさん蒸留所がある中で、まだまだ歴史も蒸留所も全然ご案内しきれてないんですし、ただその深いところまで行こうとすると歴史的な背景があまりにも濃すぎるがゆえ、もうそれだけで絶も1回以上もうすごい量の話をしないといけないし、私もたくさん勉強しないといけないので、今回はこの辺にさせていただきたいと思います。ではよろしければチャンネル登録と高評価と高評価のほどよろしくお願いいたします。それでは本日もご覧いただきのほどありがとうございました。